お話し作家の妄想トークこの番組は「ご縁応援貢献」をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。 はい皆様こんばんはあのお話し作家石黒久との妄想トークの時間でございますえっ、ー、と今日お話しするのはですねあの、まあ、実は先日、まあ、4月8日なんですけれど東成区民センターのホールで南雲明彦さんという方の 講演会に行ってままいりましたこのですね、あの、名古屋明彦さんという方は、学習障害、まあ、その中でも、色字障害と言われる、まあ、障害をお持ちの方なんですね。で、目は見えるんだけれど、こう、文字を読もうとすると、文字がゆらゆら揺れたりとか、あるいはこう、回転して見えてしまう。例えば、ひらがなの「い」がですね、 この形に見えてしまう。そういう障害をお持ちの方です。ですから、小学校の時にも、こう、教科書の音読の時なんかは、こう、虫眼鏡を使って、こう、字を拡大してみないと読めなかったり、あるいは、定規を使ってですね、こう、今まで読んだところから次の行に移るときには、定規をずらして、 とかね、そういうふうなことをしないとうまく読めないという方でいらっしゃいました、まああのー、僕はですね、まあ、このラジオでも何度かお話してますけど、まあ、活字中毒と言われる部類の人間なんですねですからこう文字があるとこう自動的に読んでしまうという、まあ、そういう癖があるほど、まあ、言ってみれば 文字とか文章とか、まあ、活字なんかが好きな人間なんですね。ですから、こう、目が見えて字を習ったら、誰でも、こう、文字とか文章は当然のように読めると思っていたんですけど、どうもそうではないらしい。まあ、日本でもですね、まあ、程度に差はあるようなんですけど、3%から8%くらいの方が、 こういった識字障害的なものをお持ちだということでした。アメリカなんかだと10%ぐらいと言われているようです。まあえっ、ー、と今までまあ昔はですね、こうした方は一律にまあ知的障害というような形でまああのー、字が読めないのはまあ知能が低いからだみたいに言われていたんですけれど、どうもそうではない。 例えばこの名雲さんという方もですねこうメモを見ずに1時間ほどの講演をちゃんとしておられる、まあ、メモを見ずにといってもメモを書いても読めないというのがあるんでまあまあ仕方ないといえば仕方ないのかもしれないんですけれどちゃんとそれだけの,あの講演ができるということはあの知性的にも全く問題がないわけなんですね。だけど字が読めないいそういう方も おられるんだなあというのを、まあ、その講演会で僕は初めて知りましたそれまでもあの、まあ、あの俳優のトム・クルーズとかがですねこうした識字障害を持っていてこう台本が読めないからあの誰かに音声で吹き込んでもらったのを聞いて繰り返し聞いてそして覚えていたんだみたいなことは聞いたことありますけれど まあ実際に、あのー、そういう人と接したことがなかったんでよくわからなかったんですけれどやはりこうそういう経験を持っている方の話を直接聞くというのはうんやっぱりインパクトが大きいなと思いました、まあ、その南雲さんはですね、まあ、小学校、中学校ぐらいの時まではこう 先生にいろいろフォローしてもらっていたそうなんですけど、高校に行くとそうしたフォローもなくなって、でまあ、国語の、ね、テストなんかでもだんだん難しくなっていく、でそれに対してもほとんど回答が書けないで、うちにその時間が終わってしまう,ってう、そうすると当然、先生からはこう呼び出されるわけなんですよね。で、あのー どうしあのその段階で、まあ、小学生でも書けるような漢字も書けないということになると、まあ、あまりこう、いい扱いは受けなくて、だんだん学校にも行かなくなって、引きこもってうつ病になっていったという、そういう経験をお持ちの方のようです。まあ、そうしたいろんな話を聞いて、僕としては、うん、まあ、 正直申し上げて、ショックを受けたみたいな気持ちというのがありました。まあ、終わった後にですね、こう質疑応答の時間があったんであの、質問もさせていただいたんですね。まあ、例えばあの現代国語のテストなんかでこう説、問題文とかですね、説問を朗読してもらって、回答も口頭でしたら、あのそしたら、 他の人と同じように点が取れるんでしょうかという質問を、まあ、大変失礼とは思ったんですけどさせていただきました、まあ、そしたらですねあの、まあ、結論から言うとできないということでしたというのは普通の,、まあ、普通の人という言い方は,はいけないのかもしれないんですけど敷地に対する健常者でしたらばこう質問を読んだ後にさらに こう問題文を読み返すすとということがでできるんですね例えば、それとは何を意味しますかといったときに問題文のそれと書いてあるところの前の方をたーっと読み返してみてあこれだなって思うことができるんだけどあのそうした音声で吹き込んだものを一度聞いただけだったらそういうことができないっていうまた、ですね例えば回答を30時以内で書きなさいというような問題に対して こう答えようと思ってもこの通常30字で書くというのは書き言葉で30字で書かなければいけないだけど書き言葉というのがよくわからないということなんですねやはりこの話し言葉というのはどうしても冗長まあ情聴と言ってもちょっと難しい言葉ですけどあのだらだらと「あ」あ」とか えーととかみたいな言葉がどうしても話し言葉には入ってしまうんでそうするとこう文字数をクリアできなくなってしまうそうした問題があるみたいですですからこう字が読めないんだったらばそれを音声で聞いたらば同等のことができるのかなと思ったらそうでもないということなんであやはりまあ厳しい 人生を歩んでおられるんだなという感じが非常に強くいたしました、まあまあ、この辺りでショックを受けたというのはあの実はですねこの僕もラジオを始めてこの「夢の種」のですねラジオを始めて初期の頃にあの、まあ、小論文の書き方面接の時のねみたいな話をしたことがありますそのの時に僕もあの まああのそういう審査をやっていたことがありますので、この人と面接して受けたときの感触よりも、小論文を書いてもらって、その論文で受けた印象の方が、実はその人自身に近いんだみたいな話をしたことがあります。それは、その人が考えていることしか書くことができないんだという、そういうものの考え方から来ています。 だけど今回、この南雲明子さんの講演を聞いたことによってちょっとそれはですね、まあ、色地障害であるとか、そうした障害に近い傾向性を持っている方には適応できないなというか思いが強くいたしました、本当にこう知能といいますか、頭脳の方はしっかりしていてもうこう、ただ文章が書けないという人が。 いるんだなあというのをちょっとあの感じましてあの少々あのまあ何度も言ってますがショックを受けたという気持ちがありましたまあそういう経験をまあ1週間ほど前にしましたでその後ですね数日後に今度はですねあの内輪で あのビブリオバトルの集いというのをやろうという企画がありましてそのチラシを作ったんですねあのビブリオバトルというのは好きな本を5分間で紹介するってで、えっと、誰が一どの人が紹介した本があの一番読みたくなったかというのをそれを聞いている人のです、ね、手を挙げてもらって、まあ、競うというそういう、まあ、文系バトルとかですねこう プレ,ゼテプレゼンテーションゲームと言われるものがあります、まあ、あのこちらはですね本当にあの色地障害とは全く逆の世界でございましてこうバリバリの,あのビブリオマニアあの活字中毒の人たちの,あのゲームでございますで、まあ、チラシをですねこうワードでこうダーッと作って、まあ、あのビブリオバトルを知らない人もいるんでこうビブリオバトルのルール説明みたいなのもね 書いて、まあ、A4 の紙に結構字がいっぱい、きちきちで入るみたいなチラシを作りました。まあ、そしてですね、まあ、ちょっと、まあ、知り合いにこうメールで送ったり、あの、Facebook に公開したらですね、あの、絵を入れて、みたいな意見があったんで、まあ、昔書いた、あの、イラスト、こう、亀の先生がですね、ちょっと本を何か、 解説してるみたいな絵があったんで、それをちょこっと乗っけました。そしたらですね、まあ、そこそこ評判も良かったんですけど、それよりもですね、僕自身がそのチラシを見てですね、あ、やっぱり絵があるといいなという感じを受けたんですね。書いた本人だから、どっちも一緒だろうというような、こう、思い込みがあったんですけれど、 僕が作ったものでありながら僕の文字だけが並んでるチラシよりも絵が入ったものの方がふわっと軽い印象があっていいんですねそうするとですね今度何を考え始めたかというとじゃあ絵って何だろうっていうことだったんですねその今回はビブリオバトルのチラシなんで 文字を読むことに抵抗のある人っていないんですよ、その対象の人たちの中には。でも、絵を入れてっていう要望がありました。ということは、文字を読むことが大好きな人たちであっても、やっぱり文字だけだとつらいのかなっていう、読みにくいのかなっていう、絵ってのはどんな意味があるんだろうみたいなことを、 今度はですね、つらつら考え始めたんですね。で、まあ、うちの子なんかにもね、ちらっと見せて聞いたらば、やっぱりこう、うちの、まあ、下の子なんかもそこそこ小説とかは読むんですけれど、やっぱり文字だけだとしんどいかな、みたいなことは言いました。で、まあ、読むのは、やっぱりつ、あの、イラストのない小説というよりも、 やはりイラストとかがね割とふんだんに入っているライトノベルの方が読みやすいしそれよりもやっぱり漫画の方を読んでいるっていうタイプですねまあ僕もそう言われてみればそうかもしれませんで実際にこう世の中で売れている本にしてもこう文字ばっかりの小説よりもイラストのふんだんに入ったライトノベルの方が売れてるしそれよりも ほぼ絵で、ところどころにあのセリフが入っているだけの漫画の方がさらに売れている。そうすると、人間というのは文字が読めたとしても、やはり絵の方が読みやすいのかな、手に取りやすいのかなという思いとかね、なんかいろんなことを考えちゃったんですね。で確かに僕もですね、あのまあ、小説好きな 人間で、まあ、お話作家と称して児童文学なんか書いてる人なんですけれどそういう僕であっても例えばコミケとかね SF 大会みたいなところに行ってこう小説だけの、ね、同人誌がだーっと並んでるところとか行ってもですねそんなには買わないんですねやはり文字だけで書かれた小説というのは、まあ、どんなストーリーかもわからないし あのまあ、パラパラっと、ね、見ただけでは,こうはどんなお話かもわからないし面白いかどうかもさらにわからないというところがありますこう買うとしたらやはりですね、まあ、SF ものなんかだったらばこう宇宙人だとか、ね、宇宙船だとかこう怪しげなあの化け物だとかそういうのがイラストでいっぱい入ってたりするとあなるほど、これはこういう世界観なんだなっていうのがわかるからちょっと。 買ってみたくなるでも字だけだとやはり抵抗があるっていうのはやっぱり正直な気持ちとしてあるなというのを感じましたこれをですねやっぱり人間の頭脳とか、まあ、それを受け取る心から見てみると視覚から入ってくるものというのは基本が映像なんですね 映像えーとまあ、動く映像もあれば、まあ、写真的なものもあれば絵みたいなのもあるんですけれどやはり目から基本的に入ってくるのは映像なんですその中で文字というのはその中に映像の一部として置かれた一種の意味を持つ記号なんですねでこれも僕は日本人ですから日本語は分かりますけれどまあ 英語とかあ,のあるいは他の国の言葉だったらそんなに大能ではないのでパッと見ただけではあの謎の記号とか暗号でしかないってい日本語だったらば一種の暗号のこの何て言うかね同時翻訳みたいな機能が僕の頭脳の中にあるんでパッと見ただけで意味がわかる例えば映画でも 日本語の字幕を見ただけで一瞬にして音声に変換されるぐらいの訓練は積んでいるんですけれど英語だとそうはいかないという他の国の読めない言葉だとさらにわからない本当に暗号になってしまうそうすると日本語であってもその一種の瞬間的にですねこう暗号解読をするみたいな機能っていうのを使うというのは 脳にとってはやはり負担なのかなという感じがします。で、先ほどのビブリオバトルのところに、まあ、本を持ったカメさんの絵を載せたというのは、ビブリオバトルというのが何か分かんない人にとっても、あ本に関することなんだな、それをまあ解説するとか、紹介するみたいなものなんだなというのは、絵を見ただけである程度分かる。これは 暗号解読と思ったらば暗号を解読する際のヒントの絵がそこに置いてあるというものなんでこれは脳の負担を和らげる軽くする作用があるのかもしれないなとなんとなく思いましたそう考えてみるとですねやっぱりこう絵というものは単に 絵だけではなくて絵があることによって文字をさらに理解しやすくさせるまあ今の言葉で言うとこう文字という謎の言語で書かれた意味をわかりやすくする暗号解読を優しくさせるみたいな作用というのがあるのかもしれませんまあそんなしょうもないことをですねあの いろいろ考えるというのはこの妄想の私の,あのお話し作家の妄想トークの一番やりたかったところなんで,あのですけれど、まあ、そうしたことはなんとなくあるのかなと思いましたでさらに言いますとこの2日ぐらい前にです、ね、おととい、ね、にちょっとあのネットで訃報が流れましたこののというのはですね まあ、アニメのキャラクターデザインとか作画監督をされていた塩山典夫氏という、塩山典夫さんという方がですね、まあ、亡くなられたというあの記事が流れましたこの人はですね、あの無敵行人大ターン3とかあの、走行騎兵ボトムズなんかのこのキャラクターデザインとしてあの僕の世代でしたらば非常に有名な方でした 特にですね、あの、この無敵工人大ターン3というのは、あの、ガンダムの富野義行監督が、ガンダムの直前に作った、あの、巨大ロボットアニメなんですね。で、その最終回がちょっと伝説的な回になっています。この最終回は、この、塩山則夫さんがですね、一人で原画を描いた。で、クライマックス部分は、 あの原画だけでなく動画まで全部自分で描いたというシーンがあるんですけれどここはですねあのほとんどモノトーンの背景の上にあの主人公が線画だけで描かれていくしかもその影の部分とかそのタッチ線なんかがこう太い鉛筆でガーガーガガッとあの描かれているというのなんですけれど。 このシーンの,この絵が凄まじいんですね。この敵であるドン・サウザーというのと最後の対決のシーンなんですけれど、対決の最中にその主人公ハラン、波乱万丈の内面が同時に語られていくという、まあ、あの監督が富野義行監督なんで、まあ、ガンダム以前にもそういうとんでもないことをやっちゃった方なんですけれど、このもう本当にものすごい画力、 でですね書かれた絵でそれまで色のついていって、まあ、普通のアニメだった作品が突然劇画になっていくっていう感じのものすごいインパクトのある方でこのシーン本当ね僕大好きで大好きでという感じでしたそれでまあ、あのー、僕も今いろんな方もそうですけどこう追悼の文とかはねフェイスブックとかツイッターに あの出したんですけど、まあ、その時にですね、この僕の大好きだったあのシーンの、まあ、波乱万丈を塩山さんのタッチでですねこうザザザザッとこうタッチを入れて、ぐいぐい鉛筆の線をぶっとくして描いたみたいなのを、まあ、描いて載せたんですね、そしたら、まあ、あのいろんなところで割と評判が良くて。 いいねをいっぱいもらったりとかあのしたんですけどやっぱりね、こう他の方そのアニメ関係の方でやはりこう塩山のり夫さんのタッチで、ね、こう塩山さんのキャラクターを書いて追悼、まあの言葉とともに掲載しているという人がいるんですけどやっぱりね絵が入るといいなという感じがものすごくやっぱりあったんですね。自分もそうですけど 他の方のの方もそうですこの言葉で私は塩山紀夫さんの大ファンでしたっていう書く、それも素晴らしい、だけど、そこにまさにこ,うあこの人の絵は明らかに塩山さんの影響を受けてるなっていう,ような絵が入ると、やっぱり、ね、もっともっと嬉しい感じというのがあります。ここのの人がこの 例えば模写をするにしても、ね、このシーンを選んだとか、ね、その時の,この塩山さんのタッチこの方独特の,この,あのキャラクターのこう鋭い目の描き方とか、ね、その辺りをシュッと模写しているとか、あのー、そういうのがあるとあこの人、本当に塩山さんの絵が好きだったんだなという感じというのがもう絵を見ただけで。 伝わってくるんですねそうするとやっぱり僕もあの文章を中心に仕事してる人なんですけれど絵っていいなっていう感じを受けましたこのなんていうのかなまだ自分の中でも整理できてないんですけれどこの僕たち僕,は僕もそうですけれどやはり 文章で何か書きたいっていうのはやはり文章だけにこだわってないところがあるんですね何かを表現したい何かをこの世界に伝えたいし残したいそういう一種の強烈な願望みたいなものが、まあ、クリエイターの中にはあると思いますそうするとそれがある時は文章だったりするしある時は 絵であったりする。あるいは、今僕はこうして、ラジオで喋ってますけれど、文章だけではなくて、直接自分の言葉で語りたい。自分の言葉を通して、人に何かを伝えたい。音声という形で何かを伝えたいという願望というのも、すごくあるんですね。ですから、こう、芸人さんなんかで、あのー、 まあ小説を書いてね、賞をもらう人もいれば、絵を描いている人もいる。あるいは絵本なんかを出している方なんかも、役者の方とかもね、結構大勢いるんですよ。じゃあ、なぜあなたは、まあ漫才師なのに絵を描くんですかと言われても、いや、それは描きたいんだよってしか言いようがないとこってあるんですよね。自分は、 言葉で人に何かを伝えたいこともあるけれど、絵でも伝えたいっていう、そういうことってやっぱりあるなという感じが、なんとなくですけれど、いたしました。ですから、僕なんかも、こう、小説でしか書けない、つまり、文字の でなければ伝えられないもの、絵では伝えられない、音声でも伝えられないというものもあると思いますし、絵でないと伝えられないものというのもある。あるいは、言葉でなければ伝わらないよ、このニュアンスはというものというのもあるんですね。ですから、そういったものを、いろんなものをやってみたいなという願望があります。 確かに人間ですね、あのー、本当に一流になりたいと思ったら、あのー、いろんなことを捨てなきゃダメだよって、一本に絞らなきゃダメだよと言われることはあります。僕も、まあ、大学ぐらいの時にね、ちょろちょろとこう、漫画絵みたいなのは描いて、まあ、大してうまくもならなくて、周りがみんなものすごくうまい伝授ばっかりだったんで、まあ、絵の方は挫折して、でまあ、この年になって、 また何か表現したいなと思ったときにこう文章の方を選んだというのもありましたで文章の方を書いてても、まあ、先輩的な方にですねあの石黒さん、あなたは生地絵が描けるもんだからこうイラストを描いてごまかそうとするってそれは文章の世界では通用しないよっていうことを言われてだから石黒さん、あなた絵を捨てなさいって言われたことがあったんですね。で確かに それはその通りだと思います、そう思って、まあ、一時期、絵というのは捨ててはいたんですけれど、でもですね、うん、今になってみると逆にあの、いろんなことをやりたいなという願望が出てきています、僕はだから、文章だけでも、まあ、超一流には多分なれない、絵だけでもなれない、今のこうした、おそらくラジオの語りでも、 それだけで超一流には多分なれなれいでも、ね、例えば、あのー、全てにおいて超一流にはなれないかもしれないけどいろんなことがちょっとずつできるということでこう単品勝負では勝てないものが何かセット販売みたいなもので <laughs> できるんじゃないかな、もしそういうことができたら面白いんじゃないかなという,ようなことを思っています。 あの飛行機なんかでもですね、例えば、あのーね、いろんな能力を持った飛行機というのがあります、まあ、スピードにおいてはあの偵察機には勝てないしこの武装においては戦闘機に勝てないってで輸送力においてはあの輸送機に勝てないだけどあの、1機だけあのどこかの基地に置いてあるんだったら、まあ、そこそこ戦闘もできるしあの輸送もできるし あのー、というものがあってもいいんじゃないかなという、まあ、一種の万能型ですね、そういうのもあっていいんじゃないかなと思っています。まあ、そんなことをですね、なんか文章とか絵とか音声とかいろんなことを考えたあの最近でした。ありがとうございました。